アデル・エネルはフランス出身の女優。身長 175CN。デビューから順調に実績を重ね、2010年代には各映画賞ノミネートの常連になり、2014年にはセザール賞、主演女優賞を獲得している。父はオーストリア人の翻訳家、母は教師である。13歳の頃、セーヌ・サンドニ県モントルイユにある演劇クラスに通う。 2002年、黒へ盗む夢のヒロイン役を獲得し、デビューするとともに、フランス映画祭上映ゲストとして、監督のクリストフルジア、共演のバンサン・ロテーとともに来日。当時の日本語表記は、アデル・ヘネルだった。2007年、セリーヌ・シアマ監督の映画デビュー作品である、水の中のつぼみにおける、フロリアーヌ役により、2008年度、 セザール賞有望若手女優賞にノミネートされ、広く知られるようになった。2009年、映画、デッシェイネのルーシー役で、ジュネーブのシネマトグロンスフェスティバルにて、俳優賞を受賞。2012年、ベルトランボネロ監督の映画、メゾンにある召喚の記憶で、ヨーロッパフィルムプロモーションのシューティングスターアワードを、ベルリンにて受賞。そして、再び、セザール賞有望若手女優賞に、 ノミネートされた。その後、2013年の映画、スザンヌで、セザール賞助演女優賞、2014年の映画、ミリタリーな彼女で、セザール賞主演女優賞をそれぞれ受賞した。2019年、映画デビュー作となった、クロエの住む夢の監督クリストフルジアから、3年にわたって、セクシャルハラスメントを受けていたことを告発した。 エネルはインタビューで告発に踏み切った理由を、個人的なリベンジが目的ではなく、業界全体の意識を変えたいため、同じような被害に遭った人々を勇気づけたいためで、あると語っている。2020年2月28日、第45回、セザール賞で、当時13歳のサマンサゲーマーを強姦した罪で、有罪判決を受けたロマンポランスキーが、J アキューズで、監督賞を受賞したことを受け、 自身も主演女優賞でノミネートを受けていた、もゆる女の肖像の監督のセリーヌシアマと共演者のノエミ・メルランと共に抗議の意味を込め受賞式から退場した。エネルは退場する際、拳を突き上げ、恥を知れ、と叫び、会場のロビーで皮肉を込め、拍手しながら、ペドフェリア万歳、と叫んだ。ありがとうございます。